生まれた犬種との交雑によって、土着の犬種の純血種がいなくなるケースが挙げられる。また、品種改良によって確立された犬種でも、狩量の方式や流行の変化、刀剣の廃止等、文化、慣習の変化によって需要が減ることで、繁殖されなくなり、絶滅する犬種もある。例えば、日本の北陸地方原産の古種の犬は、芝犬などとともに、 天然記念物として指定されていたが、絶滅している。畜犬団体などに登録されている犬種の場合、それらの団体によって、絶滅の認定が行われる。国際畜犬連盟公認種の場合は、子犬が誕生した際に行われる登録が数年、行われなくなった場合に、純血犬の等数調査が行われ、繁殖できる犬が全く存在しない、もしくは、 純血の犬が全く存在しない場合に会議が行われる。この時に純血種としての生存が不可能であるとみなされた場合、不死の公認登録が抹消され、絶滅の判定が下される。不死公認種でない場合、その犬種を公認している各国のケネルクラブや愛犬団体などが絶滅判定を行う。一方で、純血種の頭数減少のため、 一旦登録が抹消された後、犬種の復活が図られて、再度登録された犬種も存在する。また、戻し後輩や、絶滅犬種の作出の際に使われた犬種の後輩、等によって、消滅した犬種を復活させる試みも、多数行われている。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役生分道振興者、2007年。 ありがとうございます。